デビューしてから人気が止まることを知らないガールズグループルセラフィム。最近雑誌セブンティーンの連載ベスティーズオンベスティーズのインタビューに応じ、メンバーの個性やスキルを紹介したり、一番センスのあるメンバーを選んだり、お互いの長所を褒め合うなど微笑ましい姿を見せてくれました。その中でカズハがグループチャットにほとんど返信しないという話が出ました。桜が言うには、メッセージをたくさん送る、電話の通知が鳴ったら絶対ルセラフィムのグループチャットだとのこと。しかしこれに対しチェウォンはグループチャットはあまり使わないと反論。それを聞いたメンバーたちは激しく反発し、夜寝ている時でも通知が鳴りっぱなしだと明かしました。このチェウォンの一言でメンバーは彼女の新しい一面を知ることになります。チェウォンはなんとグループチャットの通知をミュートにしているというのです。これにメンバーたちは驚いて叫んでしまいました。返信はしないけれど寝ている時も通知をオンにしているというカズハに対し、チェウォンがオンにしてるの？私は通知を切ってるよと告白。ユンジンはがっかりした、既読無視してもらう方がマシなんだけどと正直な気持ちを表しました。チェウォンの言い分としては、ルセラフィムのグループチャットだけではなく自分が入っているグループは全てミュートにしているんだとか、ただ単に通知音を聞くのが嫌なだけであって、少なくともちゃんと返信はしていると主張しました。最終的にはチェウォンはちゃんと返信してくれるから問題ないという意見に落ち着いたようです。ちなみにカズハがほとんど返信しない理由は何なのでしょうか。メッセージは見ているとカズハは言いますが、頭の中で反応して完結してしまうため実際の返信を忘れてしまうんだそうです。これにもメンバーはそう突っ込み、自分の中で反応しても誰もわからないじゃんと笑い合っていました。それぞれの個性が見えたインタビューではメンバーの絆も見えました。これからも仲良く笑い合う姿を見せ続けてほしいですね。